伊豆の海で漁をする男性。実はこの春、東京の大学、しかも法学部を卒業したばかり。飛び込んだのはなぜか漁師の世界。食料を生産する仕事が大事だと思ったんです。すべてが初めての毎日。自信持ってやってないんですよね。ちょっとおどおどして、まだ自信がない感じがあるんで。アレンジを加えるな。基本にまず忠実にできてからアレンジを加える。分からないことがたくさんあって。まだ 20-30% ですよ。2割3割。今日のエブリィ静岡特集は、東京の大学から突然漁師の世界に飛び込んだ大卒新人漁師に密着。ベテランぞろいの先輩たちの中で、今時の若者が夢を追いかけ格闘する姿を追いました。午前4時47分、漁に出るため漁師たちが集まります。出港時間は5時。しかしそこに新人漁師梶原さんの姿はありません。集合時間が決まってるんですか？大体30分前に。あと何人来るってこと？あと梶原君。ギリギリまで待ちましたが、新人梶原さんは現れず。出港5分前、先輩漁師たちは船へと向かいます。そこへ。おはようございます。ようやく梶原さんが到着。新人として痛恨の大遅刻か。今日の梶原君は、はい、ちょっとセーフですね。船が出るまでに来ればいいです。だから早めに集まって、来ない人間がいれば電話をしてあげて、なるほど、起こしてあげるって。なるほど。厳しい漁師の世界を想像していましたが、これはちょっと意外。無事全員で漁に向け出港することができました。定置網漁をするこちらの会社があるのは伊東市の富戸港。これまで30代から60代の8人で漁を行っていましたが、この春新たに若手が加わりました。東京都出身、新卒入社の梶原誠さん、23歳。大学では法律を学んでいたといいますが、一体なぜ漁師に？個人としては食にずっと興味があったんですよね。まあ、バイトもスーパーが結構長かったですし、飲食店もやってましたし、まあ、自然の中から取ったものをどう流通しているのかっていうのがすごく興味があって。大学3年の秋に漁師の道を考え始めたという梶原さん。その後こちらの会社を紹介され、去年6月、初めて漁を体験させてもらうと。僕が お願いをして、働けていただくようだったら働かせてほしいですっていうことを伝えたので、そこからこう話が進んでいったというか。本格的に働き始めたのは今年1月から。これまでの生活とは一変、早朝から海へと向かいます。梶原さんたちが行うのは定置網漁。漁港からおよそ800メートルの沖合に設置した大きな壁のような網に魚を誘い込み、奥まで入ってきた魚を水揚げしていきます。これは実際の定置網の中で撮影した映像。数えきれないほどのマイワシの大群や、優雅に群れで泳ぐヤリイカの姿など。漁は1年を通して行われ、およそ150種類もの魚介類が水揚げされます。梶原さんも先輩たちと並び、力いっぱい網を手繰り寄せ、魚やイカを次々と船に揚げていきます。見よう見まねで必死で作業を行う梶原さん。分からないことがたくさんあって、周りの様子を変えながらやってみたいな感じです。先輩漁師にも積極的に質問します。毎朝3つ目にかけてるのが今の挨拶です。
だまだまだ、はい、まだ 20-30% ですよ。2割3割まだやっぱり自信持ってやってないんですよね。ちょっとおどおどしてまだ自信がない感じがあるんで、はい、もっと的確に物事ができるように。しかし会社にとっても梶原さんは貴重な人材。設立以来初の新卒採用で初めて内定通知書を出しました。その文章は定型文をインターネットで調べて作ったそうです。なんかありそうじゃないですか。会社にも少しずつ慣れてきた3月、大学の卒業式が近づきます。これは来年から祝日とかにする？いや大丈夫です。いい？会社の予定表に書かれた大学の卒業式、これも先輩の愛情表現。オープンでフレンドリーな人たちなんで、なんかすごい僕としてはそこは最初すごい不安だったんですよ。まあ自分でやりたいと言っていたものの、やっぱり受け入れてもらえなきゃどうにもならないじゃないですか、はい、仕事も教えてもらいたかったし全然わかんないから、でだからその点ではここ入ってよかったなってのはすごい思います。そんな先輩たちとこの日は網の修理。一面に広げられた長い網。長い時間使ってると大体ここが切れるんですよ、はい、と繊維が切れて穴が開いてくる。でそういうのを修理したり、ほぼ毎日行っているというこの網の修理。梶原さんはまだうまくできないようで。アレンジを加えるな、基本通り。アレンジを加える。お前は基本ができる前にアレンジを加えたがる傾向が強い。はい。基本にまず忠実にできてからアレンジを加えます。はい。研修とかがないから。そうです。全部ぶつけ本番です。網の修理は一人でできるまで半年から1年ほどかかるといいます。太さが違ったりとかするとちょっとやり方微調整が必要だったりとか。なるほど。僕もまだよく分かってないですけど。網の修理が終わった後自宅へお邪魔させてもらうと、そこにあったのはロープの結び方の本。こういうのあった方が自分の結びが合ってるかどうか分かりやすいなって、そういう指標として欲しいなって。ロープの種類も結び方もシーンによってさまざま。ロープ一つとっても覚えることはまだまだ多くあるのが現実です。同じ手順でやったけど見た目がちぐはぐになる時とかよくあるっす。見た目が綺麗なものロープの結び目っていうのは目指しているところであります。一方で梶原さんに任されている仕事も。こういうふうに LINE とかで動画送っていただいて、まあ、こんな感じでどういう様子やってますよっていうのをこちらのホームページの方に追加するんですよ。漁に出た時に社長がスマホで魚の水揚げの様子を撮影していました。漁業を身近に感じてもらいたい、そんな社長の思いを知り自らブログ更新の役目を買って出たのです。名刺にもこの通り。どういうことやってるのかって魚食べてても分かんないんじゃないですか。だからどうやってで魚が取れてるのかなっていうのを伝えられたらいいなと思って。実は今年の新入社員は梶原さんだけではありません。この日は梶原さんの同期、奈良県出身で大阪の大学に通っていた畠山康生さんが初出社。早く僕も仕事を覚えてこう梶原をこう追い越したいなと思います。はい、今日あの高生さん、はい、一応同期じゃないですか、はい、それにどう思ってんのかな。あもう要はやっぱり僕としては嬉しくて同じような気持ちで来てくれる、同じようなペースで
こう仕事ができる人がいるっていうのがありがたいじゃないですけど、一緒にやっていきたいなと思います。いやいや、すごく嬉しいです。やっぱ若い子、孫ともそうですけど、若い子が今までいなかったのでものすごく嬉しいですね。高齢化が進む漁師の世界に新しい風を吹き込ませた梶原さん。もう怪我のないように頑張ってほしいだけだね。あと俺の責任も大きくなっちゃったのかな、はい、この子たちが来たから。東京の大学を卒業して未知の世界に飛び込んで3ヶ月。先輩や仲間に支えられながら新しい漁師のスタイルを夢見る梶原さんの挑戦は始まったばかりです。